レンジの特産チャンネルの特産です。皆さんお元気ですか？はい、今日はねスタジオで撮影をしているんですけど、今日ね何を伝えたいのかっていうとですね、私が障害者になって感じたことっていうのがあって、私は、小さい頃から広島県廿日市市というところに、住んでいます。でそれは今ではもうね世界文化遺産になってますけど、秋の宮島、ね、日本三景秋の宮島が、もう家からすぐ手が届くぐらいの距離にあるんですね。私たちは小さい頃、小学生とか中学生高校生の頃は遠足で行く場所だったんですね。でも考えてください、ね、今宮島ってね一番多い時で460万人の方々が世界中から来る島なんですね。もう海外では宮島アイランドっていうふうに言われるようになっているみたいですよ、ねえー、そこが家の目の前にあるんですけど、私は車椅子になった瞬間から宮島にはもう行けないと思ってました。どうやって行けばいいんだ、ね、私鉄に乗ってフェリーに乗り換えて、ね、それから宮島に行くんですけど、私鉄はどうやって乗ったらいいんだ、フェリーは車椅子で乗れるのか、宮島の中は車椅子で行けるのかっていうのが全く分からなかったんですね。で私は一人で行く勇気が実はつい数年前までなかったんです。でもその勇気をくれたのは誰かっていうと、私と同じように車椅子のですね、私の妻でした。私の妻はね、日本全国を電車で旅をしたりとか、したことがあるようなチャレンジャーなんですね。だから私が一人でバスに乗れない、電車に乗れないっていうのがなんでって思ってたみたいです。でもその勇気をくれたのが彼女なんですね。で一緒に宮島に行こうよって言われた時に、私の内心ドキ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 してたんです。俺行けるんだろうか、どうなんだろうかって思ってましたけど、何でもなかったです。普通に行けました。はいね、市電にも乗れました。ね、ちゃんとスロープもあります。フェリーにも乗りました。船員さんがちゃんと助けてくれます。でちゃんとバリアフリーの休憩室もあるんですよ、ね、そして宮島に入ってもお土産物屋さんも、それからあの有名な厳島神社も宮島水族館もどこでも車椅子で入れたんですよ。私ねそれを今まで知らなかったのが恥ずかしかったです、ね、で今はもうね、まあ、今ねちょっとコロナでなかなか難しいんですけど、暇を見つけては宮島に2人で行って宮島の美味しいもの、もみじまんじゅうもいろんな店で味が違うんですよ、ね、それを一つずつ買っていったりとか、ね、最近は宮島にもいろんなパン屋さんがあったり、コーヒー屋さんがあったりします、ね。